よ、動ける、動けるよ。はい。じゃあもう一回やっていこうか。で、もうね、3回目だから、もう随所随所、随所随所こうカットをね入れてやっていこう。こうやって歩いたらキノコくんが生まれてくると、うん、もうキノコくんとのね挨拶もね、もう耳たこ状態だから、はい、やーやーね、もうざっくりカットしていきたいよ。はい、鍵ね、結局1階の鍵、2階の鍵、地下の鍵の3つで開くんだよ。いや、そこがね、このゴミ箱にロープで、このまま右の浴室に行ったらメガネをゲットできるけど、メガネがなくとも、もうアイテムのある場所は覚えているからいらない。あーあー、でもどうだろう、後々行ったことないとこに行った時にメガネがいるようになるのかな。ぬっ、机の上に何か置いてある。向こう側に落ちた。で、剣だよ、剣、剣を装備して、うん、で、これ、うん、届く、うん、で1階の扉のところに行きたい。で、ここ扉開けて、で、ここでロープでショートカットできるけど、ちょっとロープを取っとこう。で、ここ鍵かかってるね、2階の鍵がいるから。で、ここで、あ、そっか、メガネがないから、あ、でも結局そうだよね。どうしよう。いや、メガネ、メガネいるな。どうしよう。まず、ちょっと下まで。あれ？ちょっと、あ、ちょっと下まで運んでほしいんだけど。適当に歩い、あれ？ちょっと下まで。メガネないけど、なんかセンサー避けれたけど無駄に歩いてしまった。下まで運んで欲しかったのに。ちょっと押すね。メガネなかったけど、下まで運んで欲しかった今。じゃあちょっとせっかくだから、取ろっか。確かここに鍵があって、うん、地下の鍵で、ここを戻、うん、ただここがさ、熱くて、あれ、パペット持ってないんだまだ。下まで運んで欲しかった。これは無駄に歩いちゃう、やばい、無理だ。1ループ目が終わってしまう。どうしよう、いや、どうしよう。いや、終わっちゃうな。いやー、1階に行くか、行くから普通に行くか。ここで終わっちゃうな。あしょうがない。あ、戻ればよかった。どうしよう、戻ればよかった。いや、まだ逆のロープから行って、あー、戻ればよかったよー。あー、ちょっと戻ろう。じゃ、ちょっと2ループ目だね。はい、じゃあまた2ループ目いきます。うん、あ、あれ、アイテム、あれ、アイテムがめっちゃ近くにあるんだけど、え、なんかさっきもっとなんか右の下の方だったけど、あの、なんかここフロア判定してくれるのかな、ありがたいね。はい、パペットゲットで、これちょっと、ドライバーを装備して、ここショートカット開けときます。うん、じゃないとあのパズルを毎回解かないとなんかいけなくなるからね、こっち側のロープから使ってると。で、じゃあちょっとシャワーをひねりに行ってもいいんだけど、地下の方が近いからこっち行こうか。あー、やばい。鍵を装備して、はい、使う、うん、動きそう、これだ。で、
これは何が入ってたのか分かんないままなんだよね。ま、メガネかけても分かんない。あ、メガネ取ってきてないや。そっか、ここから未知の場所だからアイテムあっても分かんないぞ。あー、やっぱメガネ取ればよかったね。ちょっとここにロープ使ってみていい？どこのショートカットなんだろう。うん、はい。あー、うそー、めっちゃショートカットだった。なるほどね。で、待てよ、これ2階の鍵、このまま地下の謎解いたらさ、2階の鍵をゲットしちゃうじゃん。人の顔をかぶった悪魔の像なんたらってやると、1階の鍵と地下の鍵持ってて、2階の鍵を取ると、なんかあのキノコのお邪魔虫たちが出てくると思うんだよね。そのモードになるかな。どうしよう、先にバルブひねるか。先にバルブひねろう。はい。うわあ、間に合うでしょ。バルブひねってシャワー室まで持つかっていう話なんだけど。はい。バルブをひねります。うん。モード4になってるよね。え？うんともすんとも言わない。壊れてる。なんで？え？え、なんで？え、なんで？もしかしてあれ？1周目ではここ2周目で壊れちゃうの？1周目でここやんないとダメなのかな。え、じゃあここも、嘘。じゃあ意味ないよ。あー、意味ないんだ。これ。あー、どうしよう。え、ってかこう1周目でやんないとダメってことだっけ。バルブ、またバルブができないよ。やばい、これ大丈夫か、大丈夫か、大丈夫だな、大丈夫だ。よしよし、ちょっとこれ切ろう。ちょっと待って、できればこっち側に立って、うん、じゃあ切ります。うん、はい、うん。やったか。はい、で、はい、うん、はい、やばーい。うん、じゃあこのまま。はい、はい、じゃあ今度ここを、ただここの謎を解くともう鍵が3つ揃っちゃうんだよな。ああの宝石を何にもやってないもんね。あの宝石とかをなんかやったりするのかな本来は。待って、ここ大事なとこだから、じゃあ行くよ。で、アクを召しました。で、これで鍵取っちゃったら、これで鍵取っちゃったらダメなんだって。同じだもん、同じエンディングになると思うんだけど、シャワーを浴びれてないんだよな。どうしよう、同じになる気がする。で、あのラジオ結局なんだ。で、とりあえず取るよ。多分これで3つ揃ったらあのモードになるから、うん、あっ、やったよ、きのこさんだよね、外に出られる。あ、そうだよね、このお邪魔虫モードになるのよ、だから、うん。で、これここから下行ったらもう積むから、ここを開けるしかないんだよね。で、シャワー結局浴びれないままだ。ちょっとじゃあ出よう、まず出て、あ、やばい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 、で、ここすぐ入らないとやばい。ここダメだよね。で、これもすぐ下行かないとやばいんだ。すぐ下、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 危ない危ない。で、いや、
やばい。あ、裁断機で切らないとやばいか。裁断機で切らなくてもいけそうだけどな。いけ、下下下下下下下入る。なんでだろう。あーっと、道の下にいないとダメか。ちょっと待って、ここ切るわ。で、行くよ。これもうすぐ下、はい、下下下下下、入って入って、危ない、もう。で、ここだ。ふう。で、まず鍵を使う。うん。で、地下室。うん。うん。で、1階。うん。で、で、多分、出ないにしてみる。この、多分出てもエンディング同じじゃない？エンディング同じだと思うから、出ないにしてみようか。うん。やり泣かしたことはある？ある！それなだけだ。それなだけだ。ダメだ。だって屋敷徘徊したって戻ろう戻ろうって言われるだけだもん。うん。じゃあ、まあちょっと同じだと思うけど、オンラインにしてみようか。同じだよね。あ、はい、出ました。一緒だ。まあ一緒だな。きっと一緒だ、これは。うん、うん、帰ろう。え、あれあれ違うんだけど、何がフラグで何が違ったの？ループの回数かな。私何ループ目で、何ループ目だった前のエンディングの時。で、今度は50年経ってなかったんだ。え、違ったよ。あの子眠った。何ループ目かで、ループ目で外に出るのでも違うんだ、きっと。うん。ああ、眠ったみたいで、よっぽど疲れてたんだろうな。もう昼間あなたがいなくて大変だったんですよ。ああ、暴れたんだとか、そんな子には見えなかったかな。ええ、多分普通にいい子なんですけど、混乱してるみたいで。え、家に入ってくるなり、ここは私の家だって、やっぱちょっと時間経っちゃってんだ。私を泥棒扱いして泣き叫んで手がつけられませんでしたよ。うん、いや、間違えちゃったのかもしれない。やっぱ時間経っちゃってるのか。じゃあ1ループ目で出たらいいんだ。いいえ、ご近所に聞いて回ってみたんですけど、ヌンなんて名前の子誰も知らないって。あー、うーむ。まあ今日は夜も遅いし寝かせてあげよう。明日警察に届けてみるよ。なんだかかわいそうね、あの子。明日ご家族が見つかるといいんだけど。ああ、じゃあもう1ループ目で見たらまた出たら違うんだろうな。ああ、でもバッドエンドだ。知ってる家、知らない人。そっか、なるほどな。いや、頑張れば1ループ目で鍵を3つ取るだけなら1ループ目でいけるもん、いけると思う。多分あの変にバルブをなんとかしようとしたり、そういうことをしなかったら、次は1ループ目でなんとか出てみたいな。うん、舞茸球。はい、そっか。エンディングが、そういえば前のやつさ、このエンディングの歌のとこ見なかった。ここ見なかったね。でも待って、どういうことこれ。あの、え、さっき話してたのもキノコだったのかとか思っちゃうんだけど、人間じゃなかったの？
はい。じゃあちょっと1ループ目で出たいな、なんとか。はい、よし。じゃあ今度1ループ目で出よう。こうループを重ねるごとに浦島太郎状態がひどくなるというなるんだろうってことが分かった。よし、では行くぞ。これさ、スイッチ切っちゃったら床のトラップもなくなるけど、スイッチ切っちゃったからハンドル回せなかったんだ、きっと。これだから、これでスイッチを切らないとこで、まず地下の鍵をゲットする。うん、はい。で、そろそろこれ切り落とそっか。いや、あー、で、切り落とさないとやばいや。どこから行こうかな。どっちから行った方がいい。こっちから行くか。ちょ、切り落とそう。さすがに切り落とさないとやばい。はい。あ、いや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 、はい、はい。はい。切り落とす。うん。はい。やったか。でだよ。パペットを、あパペットを手に入れよう。で、うん、はい、下でいいか。で、ここだ。一回、あー、そうだ、しまった、間違った、無駄に歩いちゃった、どうしよう、無駄に、無駄に歩いちゃった。そうだ、1階の鍵持ってなかったじゃん、バカ。よいしょ、はい、うん、ここで1階の鍵をゲットして、はい、うん、はい。で、こういって、こっちだ。あー、もうやだ。はい、あ、そっか、これやらないといけないんだった。いやー、これつらい。ふう、はい、あー。で、ここも行って、ここだ、鍵。うん。はい。で、ここさ、あ、こうやれるんだね。はい。うん。で、ドライバーをゲットして、ここ開けとこう。うん。うん、はい、オッケー。でだよ、下に行き、いや、これ大丈夫かな。あやばい。はい、で、ここへ行き、うん、で、鍵を使おう。まずここで本を使って開けといて、うん、はい。でだよ、うん、はい、なくなった。で、ここで鍵を使って、はい。で、ここでちょっとキノコを切ろっか。うん、はい。で、一応ここでメガネかけたことなかっ
ったけど何もないか。一応まずここでロープを使っといて、はい、うん、はい、でこれで下に降りれるけど別に降りる必要はないと。はい、で、ここで切ります。うん、切り落とす。うん。やったか。で下降りよう。はい、でこれで鍵をゲットできるはず。3つ目。うん、はい、行くぞ。怖い怖い怖い。あ、聞いてるのか。めっちゃ怖い。あれ、こんなこと言ってたっけ。君、体のどこかを切り落とされたことあるか。あれ、こんなこと言ってた今まで。エイリーの刃物で勢いをつけて体の一部を切断するんだ。一瞬の出来事だから最初は何も感じない。でもさ、めっちゃ怒ってきてるじゃん。僕にも痛覚はあるんだよ。覚えておいてね。あれ、こんな、1周目だからかな。1周目にこんなに何回も切ってるからかな。ちょっとお水飲んでいい？はい。あ、やばい、バルブひねりに行くの忘れてた。バルブひねりに行くの忘れてて、ちょっとバルブひねりに行こう。まだ間に合うでしょ、バルブひねりに行くのに。あ、まだか。もう一回鍵差し込まないといけないのか。はい。わあ、50歩ぐらい無駄に歩いちゃった。どうしよう。シャワー浴びに行ったらまたさ、キノコ取れるかな。はい。いやー、このやっぱ間違っちゃうね。これでここ、いや、いいか。で、メガネをかけて、はい、で、これでバルブが回せるはずよ、きっと。わあ、やばい、大丈夫かこれ。うん、で、モードを4にして、パペット、うん、はい、ごめんねパペット。なんか変わったかな。で、センサーはそのまんま。あ、じゃあちょっとセンサー踏もっか、歩数を。うん、床が、これでさ、キノコさなくなってくれるかな、シャワー浴びたら。あー、この上か、シャワー室。キノコなくなってほしい。行くよ。おや、水が出る。やった、シャワー浴びる。なんだ、キノコなくなってないんだけど。う、音楽はなくなったけど、ただの音楽の切れ目なだけだった。これ間に合うか、間に合うか、間に合う、間に合うかなこれ。ちょっと待って、あー、やばいやばい、これいける、いける、これやばいやばい、いける、これやばい。ちょっとこれミスらないようにしよう、ミスらないにしよう、ミスらないにしよう。いくよ。写真を用意して、はい、あれ、うん、はい、メッセを、絶対ここミスらないとこ、歩数が。パーサリズム、ここ、はい、いける、間に合った、間に合った、うん、はい、オッケー、よし。じゃあ、鍵をゲットして、うん、やったよ、鍵
が揃った外に出られるよ。しまだ1ループ目だからね。でここで切り落とそう。はい。じゃあ切り落とすよ。ただもう道中に切れる裁断機はないから見つからないように行かなきゃ。うん、切り落とす。え、薬液浴びたのなんか意味あった？はい。じゃあこれでもう道中に裁断機はないから絶対にミスらないように行こう。はい。で、鍵。うん。はい。うん。で、ミスるな。はい。はい。ふう。で、ここ別にメガネいらないよね。あ、踏めばよかったのか。あ、わざとセンサー踏めばよかった。で、すぐ下だよ。下！下！ふう。で、これもすぐ下だからね。あれか、上にさラジオがあるからここでラジオに入れたらいいのかもしれない。そっちの方が安全かな。まあいいか、行くぞ。はい、行け。入って入って、あ、レベルアップじゃないって。ちょっと入って入って入って、いや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 、入って入って入って、危なっ、危なかった。もうよし、でもこれでいけるでしょ。はい、じゃあ出よう。そして1階の鍵、はい、よし行こう。ここの会話は一緒かな。よし、外に。待ってよ、なっちゃん。一緒だね、多分ね。うん。ない。もうない。シャワーも浴びたもん。ダメだよ。うん。知ったこっちゃないな、そんなことはよ。私は帰るんだはい。どうだ、ワンループ目だぞ。浦島太郎状態はどうなってる。た、太陽だ。さあ紫外線に抱かれてしね。あ、やばい。あ、 YouTube さん違いますよ、今のは。判定しないでください。太陽に抱かれていねえ。うん、終わった。とても、あ、違う、セリフが違う。長い、一日だった。一日しか経ってないってこと？そういうこと？帰ろう。お父さんとお母さんが待ってるもんね。あ、もうすっかり夜になっちゃった。お母さん怒ってるかな。ああ、あれ動けるよ、動ける動けるよ。ただいまー。ぬんちゃん、もう遅いから心配したのよ。お父さんなんて心配すぎて探しに出て行っちゃったんだから。ごめんごめん、いろいろあってさ。まあいいわ、お腹空いてるでしょ。早くこっちに来てご飯食べちゃいなさい。はーい。え、何このジブリ、なんかちょっとトトロ的な音楽が。あ、って動けるんだけど。シチュー、待って、カレーがいいな。え、動けるよ。あー、もうヘトヘト。あれ、なんでこんなに動けるんだろう。でも外に、ん、すんごい顔って言った今。ん、え、何これ。え、あ、あ、あ、動けなくなった。え、あ、あれ動ける。え、なんか暗くなっていってない。なんで？なんで？ん？え？え？ああ、びっくりした。なんか暗くなってってたからさ。ああ、よかった。ごちそうさま。ママのシチュー食べたんだ。うん。すごい美味しかったよ。いつもありがとう。お母さん。あー、ねんちゃん、よかったね、帰れて。
あ、え？私何か変かな？普通だよ。え、大丈夫だよね。キノコ生えてないよね。あ、私お手伝いするよ。あれだね、家族のありがたみをかみしめてるんだよ、ヌンちゃんは。え？いいじゃん、今日はそういう気分なの。お父さんお帰り。ん？なんでそんなに涙？びっくりした。お父さんの頭にキノコ生えてんじゃないかと一瞬思っちゃったよ。もうなんでそんなに涙目なの？そんな、私は遠くへなんか行ったりしないよ。お母さん、今日はね、すっごい不思議なことがあったんだよ。あのね、はあ、いや、これはいいエンドでしょ、グッドエンドでしょ、孫ことなくグッド、エンディ、あ、トゥルーエンド来たく、やったやったよみんな、ルンちゃんよかったね。でも夕食はカレーがよかったな。はい、するにしたらどうなるの？え、このまま、あ、そうだ、このままニューゲームにしてしてみよう。クレジットがね、うん、あ、一緒？あー、ここは一緒か。はいはいはい、うん、私今エンディング3つ見たのかな、3つ見たのか。でもさ、最初に見たエンディングが、違うな、4つ見たのか。最初に見たエンディングが8だったから8個はあるのかな。なかったことにするとどうなるんだろう。ん、あ、だからあれだ、今のが、このさ、なんだろう、メダルみたいなのがあれだ、だから私50年経ってたっていうエンディングがこの50コインなんだ。 50TS みたいな、50年みたいな。で、あ、だからもう一個のやつは25年経ってたんだ。なんか知らない家に帰ってきて、ここは私の家だって言ってる。で、今見たのがトゥルーエンド、ヌンちゃん絵柄なんだ。え、1,2,3、あと4つもあるけど、1,2,3,4,5,6,7、あ、私が最初見たエンド8、バッドエンドはどこにも何でもないのかな。え、っていうか、一番右のヌンちゃんの頭にキノコ生えてるの何？え、なかったことに。これでも、もうトゥルー見たから満足といえば満足じゃない？とりあえずやだにしとこう。とりあえずやだ。だってさ、このとりあえずもうちょっとこのヌンちゃんのサムネを眺めてたいもん。ということで、はい、待って、キノコヌンから、もうそうである時はね、キノコヌンからエンディングを迎えて、ヌンちゃんがいなくなってキノコだけになったこともありました。でも今度はキノコがなくなってヌンだけになった。めちゃくちゃ面白いこのゲーム、やったよヌンちゃん。はい、ということで実況プレイお付き合いありがとうございました。イケモンでした。嬉しい。じゃあねー。